はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、いや本当ね、もう身勝手で申し訳ないですね。はい、身勝手の悟空ちょっとあれからね、またちょっと手を加えたということでね、ちょっと皆さんにお見せしたいなと思います。前回はね、ちょっとウェザリングを施して、艶消しのトップコートを拭いたっていうだけだったんですけれども、今回はね、ちょっと墨入れっていうね、プラモデルでよく使われる技法なんですけれども、まあちょっとした立体感、情報量を増す役割があるんですけれども、それをね、ちょっとこう施したんですけれども、まあ、一応ちょっと見てもらいましょうか。はい、こちらですね。前回と、お気づきになる点ございますかね。一応ね、こういう傷のところがより前よりはっきり分かるようになってるのに気づきますかね。一応ここら辺、要は墨入れペンみたいなのでこうピーって、要は最初からついてた傷のところをなぞって黒く塗りつぶしたっていうだけなんですけれども、まあこうすることによってよりね、ちょっとただ単に肌色に傷がついてただけのものが本当に傷っぽく見える、立体感が生まれる。で、顔にも施してあります。はい、こういうね。で、あと何を追加したかって言ったら、眉間にシワを入れたんですね。前回眉間には何もシワが入ってなかったんですけれども、これもね、その墨入れペンでちょっと書き足したっていう感じですね。一応原作の、ね、悟空もこういう感じのシワがね、ちょっとグッてついてるんですよね、こう睨む時とかにね。それをお手本にしたんですけれどもね、まあ、あとはちょっと目の方が、下の方がねちょっと薄かったんで、ちょっとねこう付け足して、目のね、この輪郭っていうか、そういう枠をねはっきりさせたっていう感じですね。あと髪の毛に関しても、一応この筋に通して、ピッてね墨入れを施してあります。はい、こういう感じでね。はい、こういう感じで傷をねよりはっきりさせてますね。一応ズボンのところにもね、書き足してます。はい、で、裏を見ますとね、裏はやってませんということでね、裏を見ればわかりますけど、やっぱこういう風にね、ちょっと肌色にちょっと傷が入ってるぐらいのあれなんですけれども、ここに普通に、ラインを描くっていう感じですね。はい、まあ、実際ね、ちょっとここの一箇所だけちょっと描いてみましょうか。はい、はい、ということでね、用意するのはね、こちらですね、自分が使ってるのは。はい、ガンダム、墨入れペンっていうね、シャーペンタイプの墨入れ道具です。はい、もうこれ多少墨じゃないね、芯が出てるんでね、普通にこうなぞっていけばいいだけなんですね。こう普通に傷に沿ってこうやって黒く塗りつぶす。まあね、多少はみ出してもね、ほとんどシャーペンと同じあれなんでね、材質というかあれなんでね、普通に消しゴムで消せます。はいはい、こうすることによってね、はい、まあ割とどんぐらい変わったかって分かりますよね。はい、こういう感じで、まあ本当は全体にお通ししたいんですけどね、自分とりあえず正面だけで飾るんでね、
めんどくせえなと思って、この後ろの方が傷が多いんですよね。だからもういいやと思ってもう作業終了しちゃいましたけれどもね、まあこういう感じでね、はい、まあ顔はね本当自分なりに本当前よりは良くなったかなと思いますね。まあ人によりきるかもしれないけどね、見方は、うん、やっぱここにね眉間にシワが入ることによってキリッてして表情にはなりましたね、うん、いやーこれはね本当いいですね、やっぱり、うん、こうやって手を施すっていうのも楽しみの一つかもしれませんね、結構あのリペイントとかしてる人が多いんでね、やっぱそういうのを、趣味で楽しんでねやってる人がいるとは思います、はい、こんな感じですね、うん、いやーかっこいい、はい、ということでね、今回は墨入れ講座ということで、あ、講座じゃねえな、うん、ということでねリメイクのリメイクということでね、やらせていただきました。皆さんもね、この機会にね、自分のね手元にある、まあとりあえずちょっとどうでもいいフィギュアから試した方がいいかもしれないですね、はい、まあ一応ね、自分はガンプラやってたんでね、まあそれなりに使い方が分かってたんでやりましたけれども、まあぶっつけ本番でやるんだったら、まあまずは消せる、墨入れペンでやった方がいいですね。いきなり油性でやるとね、死ぬことになりますんでね、はい、ということで、今回はね、この辺で終わりたいと思います。まあ長らくね身勝手で、ちょっとね動画を撮り続けましたけれども、これで終わりたいと思います。はい、完結ですね、はい、ということで、まあねこれを見て、いいなと思ったらいいねを押してください。チャンネル登録してない人はね、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではね、これにてご視聴どうもありがとうございました。